小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。彼岸、祖先の御霊を供養する期間やね。暑さ寒さも彼岸まで言うて言われとってな。これを過ぎたら気候が温和になっていく言うて言われとるよ。一粒万倍日ついとるな。一粒の種が御産に増える。えもんばかり増えたらやけど悪いもん増える可能性あるさかい気ぃつけて。十五夜、秋の収穫物を備えて実りに感謝する。あとお空が澄んでな、月がきれいに見えるさかいに中秋の名月言うてお月見をするようにもなったんや。六曜は仏滅、新しく始めるんは今日。吉凶なしの法事なんかは吉とも言われとる。今日の絵とは水の絵猿。水の絵が陽の水、猿が陽の金。せやから陰陽五行の流れは金属の表面に水は生まれるいうことで創生、物事が順調に進むいうけや。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。